ウクライナ南部のヘルソン州の州都ヘルソン市をウクライナ軍が奪還した後、西岸から撤退したロシア軍はドニプロ川ドニエプル川東岸から 15km から 20km 後退して防衛線を構築しているとの情報が出回っていたよ。イギリス国防省が11月18日、恒例のブリーフィングにおいて、ロシア軍はドニプロ川西岸から撤退した後、東岸地域において部隊の再編成及び、装備の再整備などのほか、防衛陣地の構築を進めているとしたそうだね。その上で、東部戦線においてはドネツク州から、ルハンシク州にかけてのシベルスキードネツ川付近において新たに塹壕を掘って防御陣地を構築しているほか、クリミア半島北部のヘルソン州との境目付近目にも防護陣地を構築しているとしているんだ。これらの地域がそれぞれ最前線から最大で 60km 後方に位置しているみたいだね。そうだね。さて今回は、ウクライナ南部ヘルソン州の両軍の動きについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア軍とウクライナ軍は現在ドニプロ川を挟んで対峙しているものと見られていて、ウクライナ軍はドニプロ川を溶かしてヘルソン州を完全に奪還した後にクリミア半島、あるいはザポリージャ州の奪還を目指すとの見方が大勢を占めていて、ウクライナ軍がヘルソン市周辺から東岸に溶かするのではなく、ドニプロ川東岸では最も西の河口にあるキンブルン半島に上陸するのではないかとの見方が広がっているみたいだよ。キンブルン半島は対岸のムイコラーユ州のウチャキフからわずかに数キロしか離れておらず、ヘルソンムイコラーユ両港からの船の出入りを監視できる位置にあるだけでなく、ロシア軍がムイコラーユ州へ攻撃を企てた場合には拠点となるため、ウクライナ軍にとっては非常に目障りな存在なんだって。その一方でウクライナ軍にとっても、アントニフスキー橋などドニプロ川の橋を破壊された現状では、クリミア半島を奪還する際の拠点として重要な位置でもあるため、東岸で再編成されたロシア軍部隊の配置によってはクリミア半島奪還の足がかりとして確保したいとの思惑があっても不思議ではないよね。南部戦線のウクライナ軍の動向については、ヘルソン市奪還以降の情報がほとんど入っておらず、先の北東部のハルキウ州を電撃的に奪還した時のように厳しい報道管制を敷いているようであるみたい。その中で漏れ聞こえているのは、ヘルソン市の対岸にあるオレシキー市にウクライナ軍が入っているとの情報や、キンブルン半島から東方にあるヘロイスケと、オレシキーに近いホラプリスタンで戦闘があったとの情報が出回っているんだって。もしこれらの情報が真実であるとするならば、ウクライナ軍がキンブルン半島からホラプリスタンを経由してオレシキーまでを奪還して解放したことになるのであるが、18日のイギリス国防省の発表ではそのことには触れておらず、真偽のほどは定かではないらしいよ。しかしながら、ロシア軍がヘルソン州内ではなく、後方のクリミア半島北部に塹壕などを掘って防御陣地の構築を進めているのは衛星写真などでも確認されているため、ロシア軍がドニプロ東岸のヘルソン州の占領を諦めて、クリミア半島とザポリージャ州のメリトポリ市などを死守する可能性があるとの指摘も出ているみたいだよ。19日にウクライナ軍参謀本部が明らかにしたところによると、ドニプロ川西岸から撤退して再編されていたロシア軍部隊が、東部戦線のルハンシク州に配置された可能性が高いとしているよ。また、ロシア軍国防省は11日に、ドニプロ川から撤退させた兵力が3万人以上であることを明らかにしていたけど、それらの兵力を再編成した後にどこに振り分けたかは22日現在においても明らかではないみたいだよ。ウクライナのゼレンスキー大統領は20日夜のビデオ演説において、東部戦線ではドネツク州の戦線でこのところ激戦が展開されているとしていて、ロシア軍が再編成した部隊をかなりの割合でドネツク州に再配置した可能性が高いと見られているね。その状況中、クリミア半島を統治しているロシア側の行政当局において、ロシア政府が市長として任命したセルゲイ・アクショノフ氏が SNS にクリミア半島の状況を投稿しているよ。そのアクショノフ氏の投稿によると、クリミアの全市民の安全を保障するため、私の指揮の下でクリミア領内における要塞化作業が進められているとしていて、
クリミア半島の防衛体制の強化が進められているとしているのであるけど、衛星写真などを分析した情報などでは、先に書いた北部における塹壕堀の画像などが報じられているものの、それ以外にロシア軍がクリミア半島を要塞化しているとの情報はないんだよ。ロシア軍が南部から東部に兵力を移したことが確かだとすれば、このクリミア半島に絡む防御陣地強化の情報が、ウクライナ軍の注意を引くためのフェイクであり、陽動作戦の可能性があるとする見方も出ているね。いずれにしてもウクライナ軍がヘルソン市を奪還して以降、両軍とも戦闘は継続しているものの東部も南部も戦線に大きな動きはなく、膠着状態となっており、次の一手がどちらから繰り出されるか国際社会が見守っている状況が続いているらしい。ロシア軍はウクライナ全土への無差別インフラ攻撃を、一時よりは規模を縮小させながらも継続していて、これから寒い冬を迎えるウクライナ国民から電気を奪い、暖を取ることができないようにした上で、沿線気分を引き起こさせようと、ザポリージャ原発を攻撃してみせて不安を煽り、核兵器の使用をほのめかすなどの動きを見せているけど、現状ではウクライナ軍への反撃を企画する戦力はもはやないと見られているよ。そうなんだね。次の一手がどちらから繰り出されるかはわからない状態なんだね。大方の見方では、次に先手を打ってくるのはウクライナ軍であろうと見られているんだって。まずゼレンスキー大統領としては、西側諸国による支援体制を現状のまま維持しつつ、ロシアが展開しているとされる心理作戦にウクライナ国民が屈服することがないように国民の士気をリードして戦意を維持することが必要との指摘があるみたい。その上で、ロシア正規軍が疲弊していて、部分的動員令で招集した予備役や徴兵の教育訓練が不十分で装備が満足に行き渡らず、チェチェンの私兵部隊や民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊など正規軍とは別に独立した形で戦闘を行い、内部の指揮統制に大きな問題を抱えている今のうち、できるだけ早く多くの領土の奪還を進めることが必要であろうね。ここまで、ある意味戦史に残るどうしようもない戦いを展開しているとはいえ、ロシア軍の潜在能力を侮るのは危険であり、膠着状態を続けて後方での回復に時間を与えてしまうことはウクライナ軍にとって得策ではないとの指摘も出ているみたいだよ。このところ、アメリカから供与された高機動ロケット砲システムハイマースや 155mm 榴弾砲などからの、長射程 GPS 誘導ロケット弾や榴弾砲弾による兵站拠点や補給路への攻撃成功の情報が伝わってこないが、当然継続して実施されているものと思われるのであるけど、それがどこであるかは全く伝わってこないよね。もしロシア側が発表しているようにドネツク州のバフムートで苦戦が続き押され気味であるとか、あるいはヘルソン州でドニプロ川西岸に釘付けにされているとするなら、ウクライナ軍にとっては良くない状況であるね。ウクライナ軍としてはこの先、寒さがますます厳しくなって、戦車などの装甲車両の稼働率が低下すると見られている中、雪が降って大地が凍りつく前に少なくともヘルソン州全土を奪還して、クリミア半島を孤立させておきたいところであろうね。また、ロシア軍が不穏な動きを見せているザポリージャ原子力発電所において、甚大な放射線汚染被害が発生する前に原発を確保しておきたいところでもあり、そのためにはザポリージャ州の奪還も急がなくてはならないらしい。西側諸国の軍事専門家の間で、ウクライナ軍の名軍師として評価が高いザルジーニ総司令官が、次の一手にどのような作戦を練り上げているのか、注目が集まっているんだよ。それじゃあ今回はこの辺で、チャンネル登録してね。